前回、新宿労働キャンプに押し入っていきなり人暴れしました。今回も虐殺の限りを尽くしていきますわ。合食フェチにも対応しているプラス野中店。おおえみ、男が余りすぎなんだから空気読めや。これは公式カップ。王道の鉄ハム、それとも下克上なハム鉄。まあそんな野郎話は後進の不助詞枠にゆするとしましょう。ああ、また変装バレてるよ。どうやらここは歓楽街のようなドスケベエリアみたいですわね。あら可愛い。こういう猫娘でいいんですのよ。だからポケットの中でトカレフをこっちに向けてらっしゃるの。特殊性癖が服着て歩いてるような連中でも眉を潜めるほど濃厚なホモなのか。こら哲也、人目をはばかれ。初夏ホモは人間ではなく悪魔だった。RPG スクール的なイベントのコピペやめろ。うちの男衆に比べるとなかなかいい馬鹿してますわね。洋風ネームばっかりですが、勝負出した分源氏名でしょう。回復はもっと苦しい時にしてくれ。うるせえお前らがだらしないから豚肉調達が必要なんだよ。これは食べ応えがありそうな豚。オークチーフはオークたちの隊長だけあって一回り強いですが、利点において感電するやつとの対マンなど恐るるに足りませんわ。よし、どんどん豚肉食べて強くなるぞ。こっちから鶏肉と人肉の匂い。打天使ラウム、シリーズ経験者を惑わせる卑劣な罠の初登場です。僕のやつに気づかれた。うわぁ、ダメ動画だと。と思ったら、ダキラ以外全員回避。魔法防御の坂しら。ターコイズ来ましたわ。
過去が上がるナイスジュエルです。堕天使の罠というのは、起点では堕天使がダーク悪魔という点ですわ。つまり現時点ではこいつらを会話で仲間にはできません。従来のシリーズの堕天使ポジションには古天使という種族が存在します。まあ現時点ではどっちだろうと、ひよっこたちの餌になるだけですけど。来ましたわ、スパイダークロウ。セラブレをさらに上回る武器ですが、要求される体力と器用さが高く、扱えるのはアヤト君とハムテルくらいです。特に攻撃回数が大きく伸びるものの、相性がガンということもあり、セラブレの完全な上位互換でないことには注意が必要ですわね。今達也がインプに噛まれてたら死んでましたわよ。もう通常弾は力不足感が出てるので、強化弾解禁でもいいのでは。もう通常弾は力不足感が出てるので、強化弾解禁でもいいのでは。まるで現代日本ですわね。スケルトンですわね。これって奴隷の死体の再利用かしら。アヤト君は体力活力か迷うところです。麻薬 G メンだ。全員射殺する。待ち伏せだと。まさか本部に内通者が。ペンタクロンマからの持ち出し品、久々の手榴弾を食らい。一匹も即死しないってしけた手榴弾だな。ならば魔術師によるマハーギストーン、プロの技術を見せてみる。早く片付けないと横から切られる嫌な状況ですね。
裏技紹介。銃を構えたまま固定敵出現ポイントに入ると、ゼロ距離の固定敵にも銃を撃てます。以前ゆかりお姉さんの聖水艦長をアビスガーディアンされましたが、あれと同じ原理ですね。この4回攻撃がスパイダークローの真骨頂でしょう。やっぱり時代は銃より魔法かしら。あれ？ HP が回復しませんわね。仕方がないので自分で回復。陽動を兼ねてお前を爆破してもいいんだぞ。魔法をけじって秋で行きましょう。ヘルズカッターは人間には扱えません。売っていいでしょう。アイテム欄がいっぱいになっているときは、これが悪名高いディサームバグの原因になります。修正はできますが面倒なので、戦闘終了後に装備を直しましょう。敵が変わりましたわね。呪星ジプシーローズです。他のニュートラル悪魔もそうですが、スタメンはすでにコボルト探偵。邪教の館はまだまだ先なので、この時点で無理に仲間にする必要はないでしょう。それより今は経験値。明日より今日ですわ。
まして、バラマキは面倒ねん。そろそろたまたまを再装填。ウージーは、もう強化弾解禁でいいんじゃ。火を放ってくれるわ。戦闘中に当てるんじゃない。ハムカルの魔力じゃドラゴン ATM の役に立ちませんがね。白熱のダンスバトルはこないだ散々やっただろ。仲間は覚醒フラグがないからか、人間はなかなか上がらないような。パラメータにも自動割り振りされてますわね。ウィザードリー的な宝箱。宝箱のお約束で、大体罠がついてます。手に入れた心拍のコウは、隣の回復ポイントで即もくもく。この罠回避は器用さで判定していると思います。そこのくぼみに天の甲もありませんでした。なんでこの施設、そこら中に槍部屋があるのかしらね。このゲームの裸に見える女の子はみんな全身タイツだよ。パート1の冒頭で注意書きをしてなければ危ないところでしたわね。
してここの中ボス、シキボディコニアンです。セクシーダンスで全員魅了されてめちゃくちゃになる前に片付けろ。アギラオン245ダメージ。ふう、気持ちいい。愛の茨は体防具です。性能はいいんですが女悪魔向け。エミは装備できないので1個キープしておけばいいでしょう。アサイレですわ。ルージー準備。裏技と言いましたけど、こんな風に暴発するパターンが多いですわね。でも、エミの子守歌が入れば一緒ですわ。狂った性能の防具をつけてるので物理、特に耐性のある銃には激強。あら、今度は猫系の悪魔がいますわね。まとめて経験値にしてくれるわ。アクアマリンゲット。効果は強さプラス1です。式乗員年齢、現代語にするとスケベな事情で化けて出てますかしら。ユカリンの知り合いにもそんな子がいるような。銀のイヤリングはアクセサリー、装備しても無意味です。利点のアクセサリーはその大半が実質は消費アイテムなので。ついにここまで来ましたわ。ゲーム開始からここまでの行動の全てがこの先に待ち受ける敵を倒すためのものといっても決して過言ではありません。モスバーグ一丁売ってましたわ。達也のを剥がしましょう。SS 講師団をあやく組んで、では諸君、行きますわよ。でってってててでかん。まごうことなき、2.4 強の一柱、ダンタリオン2。月齢に、ダンタリオン2が弱体化する、数少ない時間帯。鉄やそれ主人公がやることだから。開幕たるんだ。そしてアヤト君は個体より伝わる敵マホロギですわ。カルカジャテ攻撃力は戻ったけど、これで魔法は封じた。タツヤとコボルトはカジャ、タツヤとハムテルはひたすら殴る。一撃でアヤト君から4割持ってっただと。弱体化しててこれか。なんかスパクロの通りが悪いような。アヤト君も回復役に回れ。
軽い、ダメージ小さい。ハムテルのスパクロも、タツヤのセガフレと比べて、ダメージ小さいですわね。おかしい、基本攻撃力で言うと、タツヤより40は高いはずなのに。ここで、思わず弾を間違えてないか確認。攻撃力168。確かにダンタリオン2は、防具でガチガチですが。もう面倒ですわ。耐性とか、関係なくいねい。敵将撃ち取ったり。このレベルアップラッシュは、他のメガテンでは、なかなか見られない爽快ですわね。これさ、他にも悲観友が有望で、ユカリンが本体じゃありませんけど。いかがでしたか？今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。